はい、試合後インタビューです。今日はまずこの2人に来ていただきましたね。背番号2番柴田隼人選手ですね、はい、そして隣番号背番号3番今日デビュー戦そうです八木ひろと選手です。皆さんこの顔見てください。やっと出てきましたよ。すいません、お疲れ様でした。はい、じゃあまず嬉しそうだね。まあ全体のじゃあまずあの今日90分全体どうでした？そうですね、やっぱ前半が追い風で、うん、いけてて、うん、畳みかけられて4点取れたっていうところで、まあ相手の心をまあ折ったじゃないですけど、うん、まあそれができたことは結構良かったかもしれないですね、うん、逆に自分たちが前半もしかしたら受けてたらまた違う試合展開になってたかもしれないですけど、でもやっぱそこで4点取れる力っていうのは、うん、着々とこの市原カップで結構成長してるかなって思いましたね、うんうん、風の影響あって、そうですね、だいぶありましたね。なるほどね。で、ひろとさん今日デビュー戦ということで、はい、後半からねスタートで、はい、入りまして45分プラスアルファ、はい、どうですか今日の印象は？いや正直自分もデビュー戦ってことあって、うん、すごい硬くなってて、あ硬くなったりするんだ。あ、めちゃくちゃします。めちゃくちゃします。マジか。はい、まあ、で試合落ち着く前にちょっと、うん、まあ、自分のミス絡んで、うん、オンゴールっていう形で相手に1点与えてしまったところから、うん、やっぱ結構相手も勢い乗って、うん、結構攻められることも多くなって、うん、まあ、そこはちょっと反省かなと思います。まあ、センターバックってさ、まあ、どんなカテゴリーでもそうですけど、やっぱ経験ね、はい、すごい大事なポジションですもんね。でもちょっと今いくつ年齢？今19です。19ですよ、10代。柴田さんいくつ？自分26です。でも全然年の差感じないよ。そうですね、確かに。そうす、でも、うん、プレーは全然年下です、こいつは。あ、なるほど。まだまだ、はい、なんかさっき怒られたら光る感じで反省しろって感じ。まあその辺は選手たち調子で勝手にやってください。はい、さあそれでまず柴田さんですね、まあ、今日素晴らしいゴールを決めましたけど、ありがとうございます。その前にね、柴田さんが右からこう入ってって、はい、ヒデ選手に素晴らしいね、もう取ってくる的な、ね、クロスボールを出しまして、それはまあゴールできなかったんですけど、そうですね、その後ヒデさんがボールを取って、はい、で柴田さんが出てきて、これお返し来るだろうな的な予感はあったんですか？そうですね、ありましたね。で、あ、ヤギがセカンドボール拾ったらしいです。俺のジョイントセットから逆に行って、ヤギさんから始まって、そうす、知らねえよそんなの。柴田のちょっとアシストみたいな感じで。分かった、ありがとうございます。いいね。アピール大事だったことになるね。やっぱサイドずっと開きっぱなしだと、やっぱあそこ開きっぱなしだとゴールいけないんで、うん、もうペナ内入ったら今内側内側っていう練習をしてて、あそこ自分が内側行って。うん、まあ敵もついてきてなかったんで最後で、でそしたらヒデさんから出てきたんで、あとは流し込むだけなんで、ね、うんうん、よかったです。一番後ろから持ってって、そうですね、はい、もう相手も攻め残りしてたんでずっと、うん、だからもう、まあその相手のディフェンス、あ、フォワード攻め残りのやつを見つつ、うん、まあ行けるときは行こうかなっていう感じで、うん、タイミング見て行ってましたね。なるほど、はい、柴田さんのキャラ的にあそこまでやっといて、あと最後枠を外すっていうのも期待してそうですね、あ、いや、そうですね、いや、マジで、ね、あの瞬間、もうトラップした瞬間になんかめちゃめちゃ静かな雰囲気になって、なんつうか、なんかもうなんか本当にポンポンみたいな、なんかもう流し込むような一連の流れみたいな感じで決めたんで、びっくりしました。自分でもびっくりしました、本当にうまく流し込んで、はい、どうですかこういう先輩がいるチーム。まあ非常にいいと思います。移籍してきて失敗したのと思ってた。全然思ってないですよ、素晴らしい先輩です。尊敬します本当に。いや、いいキャラだな。分かりました。じゃあとりあえず今日準々決勝ね、頑張ってくれました、はい、次準決勝、はい、今度スタメンの可能性あるね。いや、頑張ります。明日からまた頑張ります。そうだね。はい、じゃあまず準決勝に向けて抱負とかありましたら。そうですね、やっぱりこういう風とかの影響もやっぱり、うん、トーナメントはすごい怖いところあるので、うんうん、そういうところもしっかり気をつけながら、うん、また来週、うん、しっかり準備してやっていきたいと思います。そうです、はい、母校の周平はこの後かな。今多分やってるところなん で、きっと勝ってくれてると思います。はい、わかりました。さあ、そして柴田さん。そうですね、多分来週は多分こういうなんかちょっと甘い試合にはならないと思うので、やっぱもう準決勝となるのでやっぱ厳しい試合で、でそれで風の影響もあって、まあ今回は前半結構押し込めたっていうのがだいぶアドバンテージ大きかったんで、はい、多分こんな甘い試合にならないと思うんで、多分厳しい戦いになるんで、まあでも
今チーム一体感そこそこ出てきてで、うん、やろうとしてることははっきりしているので、うん、まあその勝ちつつ成長しつつっていうところを見せれればなって思いますね、うん、はい、わかりました、ありがとうございます、柴田隼人選手として八木ひろと選手でしたね、どうもありがとうございました、ありがとうございました、ありがとうございました、ありがとうございます、ありがとうございます、はい、試合後インタビューです、今日得点を足足決めてくれた前線の2人に来てもらいましたね、手前背番号、9番、清水光選手、そして背番号18番加藤裕二選手です、お疲れ様でした、お疲れ様です、いや今日眩しいぜ2人とも、本当にいいのかな、俺なんかがインタビューしちゃってね、はい、まずじゃあ90分、まあ、光選手から聞こうかな、はい、今日の試合まず振り返ってどんなゲームになりました、まあ、多分前半後半、まあ、見ている方たちもちょっと違うサッカーに見えたのかなと思うんですけど、まあ、風もあってこう戦い方が難しい中で、まあ、こういろんな経験を積めたっていうのがまあ いいかなと思いました、ヒカル君のスーパーゴール、ちょっとうるさい、ちょっとうるさいですね、ちょっとうるさいですね、かわいいね、まあでも何を言ってもね、得点、あれヒカル選手は今日は1得点ですよね、どこだっけ、後半前半の22分か、はい、あれも加藤裕二さんが左のタッチライン沿いでボール取って中に上がってた柴田さんに渡して柴田さんがダイレクトでも光さんにすぐ出したんだよね、うん、で光さんもそれダイレクトで打ったの、僕もダイレクトで打ちました、すごい連動感、めちゃくちゃかっこよかった、あれはどうですか、もう柴田さんに出した瞬間にも光さんの存在って感じてたんですか、まあ柴田はクロス上げるように出したっていうか、まあ、うん、普通に多分クロス上げるだろうなと思ってたんですけど、まあシュートが上手かったと思います、ね、うん、あれなんかドライブかかってたし、あ、そうだよ、ね、キャプテン翼みたいなシュート、ユウチさんボール持った瞬間予感はしてたの、あ、まあ、柴田に入った時にこう中に入ろうとしたんですけど、うんうんうん、一回こう手前相手のディフェンダーも探したんで、はい、手前にこう 一歩引いて、うん、マイナスで受けるっていうので、シュートはまあ奇跡です、あれ上手かったですね、でも綺麗なシュートでしたね、一番いいシュートでした、光っぽいというか、はい、見せてくれるよ、いや、まあ、はい、ありがとうございますさあ、そして今日眩しいね、1番18番ですけども、まず前半の5分、うん、ジョニーが左で、1回タネを作ってクロスボールを中に入れて、でヘディングニア、見事なシュートでしたね、まあ、最近あのクロスの練習とかもやってて、でまあ中いっぱい入ってたんで、うん、まあフィニッシュのところたまたま自分のところに来たんで、うん、たまたまなんかペナに入ってくるときの迫力すごいありましたよ、まあ最近そのペナに入る練習が多くて、うんうんうん、なるほど、で連続してその後、前半の10分かな、今度は、ペナルティあれペナルティの中でボール受けたの、そうあれもサイドからの崩しか、そうだよね、なんかで、うん、最初、まあ、落とし、うん、光に落とそうと思ったんですけど、うんうんね、あーボールちょっと優しすぎたなと思って変えた、うん、変えたって感じです。可愛いやつ。今日多いね。多いね。ヤジが。で2点目。でこまあ2点ぐらいはユージ選手入るなと思ったけど、この前半の41分、これジョニーがまた左からカットインして中に入ってって、ユージさんの動きをこう見ながらね、パスコース出して。あれも。うん、もう3点、光が3点目決めてくれてたんで、相手もちょっと集中欠いてて、ラインバラバラになってたの、うん、まあジョニー君のいい縦パスが。うん、うまく入って、うん、あれも切り替えのところかな、うん、まあ、相手が集中回数だっていうのも、うんうんうん、落ち着いて決めれてよかったです、うんね、ありがとうございました、でお互いお二人ともね、得点本当ゴラスも本当見事だったんですけど、やっぱそれ以上にこう前線から守備もあったちょっとつなぎとか、あの本当小松さんがね、23全員でやろうとするトータルフットボールみたいなものが本当によく動いて作ってて、下がったり上がったりね、結構完成度上がってきたんじゃないですか、そうですね、理想的な、こう、まあ、見ながらできるようになったっていうのは大きいかな、味方見ながら動き変えてとか、うんうんうん、こう動いたらこうとか、そういうのが、まあ、合ってきているのは、うん、こう、まあ、1R カップを通じてなので、うん、そこに関してはすごいプラスに感じます、ね、1年間頑張ってきてよかったよね、はい、加藤さんはそういうところ感じることあります？そうですね、チームとしての完成度も最近リーグ戦の時よりも高くなってるかなって思って、うん、そうですね、その連動した攻撃の動き、うん、あと組み立てのところと、うんうん、なんかゴール前攻めるところの違いとかが分かりやすく、23は最近できるようになってきて、まあ、守備も問題なくいけてるのかなって思う、まあ、もっと高いレベルで要求していかないとなと思うんで、多分自分たちでこうまたギアを上げて練習していかないとなと思う、この共通理解をもっと磨いたらね、全国いけるよね、そうですね、なるほど、
いやマリさんが最近ユージさんがすごいね、なんか大人っぽいプレーしてるってずっと言ってて、うん、やっぱりあの家庭生活が安定してるからねなんて言ってる、結婚したからまあいいんですけどね、ごめんなさいね。はい、ということで次次節準決勝、はい、僕を聞かせてください。まあ、今こう全国大会とか他のチームやってる中で、まあ僕たちはこう市原カップって位置づけなので、まあまず絶対優勝するのと、まあ一つ一つこの積み上げてきたものをさらに積み上げられるように、まあみんなで一日一日無駄にしないように頑張っていきたいと思います。はい、ありがとうございます。加藤さんどうでしょう。まあ、あの個人としての結果にももちろんこだわるんですけど、やっぱあの初めて東京23試合を見てくれる人とかに、まあ、あのすごい印象に 残るようなサッカーを、まあ、この市原カップ通じてしたいと思います。いいこと言うね。ありがとうございます。結婚したからはい、わかりました。光選手とあとユー選手でした。どうもありがとうございます。ありがとうございました。はい、試合後インタビューです。あれもう帰り際なんでね、短い、もうか、あ、捕まっちゃったって顔してますけどね。はいはい、いいですいいです。背番号、6番沖田ペイ選手です。お疲れ様でした。どうもどうもどうも、まあ、やばいね、みんなメンバー帰っちゃう。はい、じゃあどうですか一言今日の感想は。まあ、前半にうまく点が取れて、まあ4点取れたんで、まあ後半はまあちょっとまた風上でやりにくい部分もあったんですけど、まあしっかり耐えて点差キープできたかなっていうのはあります。今日はでも達平さんらしいは中盤でボール取ってはたいたりとかさ、すごいチームのこう連動感の一番大事なところを本当によくやってましたね。ありがとうございます。本当にありがとうございました。あのかわいそうなんで、あ、選手帰っちゃうね。はい、次節ね、はい、まだありますけれども、あと頑張れば2試合できます。はい、どんなサッカーやりますこの後。豊富、まあ、そうですね、まあ1年間通してやってきたことを続けながら、また新しい課題に取り組んでやってるような時期なので、まあ難しい時期ではありますけど、そうだよね、皆さんに楽しんでいただけるようなサッカーできたらいいと思います。はい、一期一会でね、なんか反回答もありがとうね。はい、ふるさとのお父さんとお母さんに一言。あ、いつも応援ありがとうございますはい、崩させてもらいました。田辺さんありがとうございました。ありがとうございました。はい、みんな追いついてね。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。はい、試合後のインタビューですね。はい、小松一監督にお越しいただきました。はい、お疲れ様でした。はい、ありがとうございました。はい、なんか試合見るごとにどんどんチームが良くなってって、見てて楽しいですけど。そうっすかね。はい、まあそう言ってもらえたら。まあまだまだ、はい、はい、まだまだこんなもんじゃないんで、はい、ちょっとそうですね。はい、ありがとうございます。はい、どうでした今日の、準々決勝、伊藤院選手ね。そうですね、まあ、はい、風との戦いでもあったので、あ、まあ、風影響ありました。かなりありましたね。はい、まあ前半うち風上だったんで、まあ、そういう意味でも勢いを持って入れて、まあ、4点取れてっていうところで、後半はまあちょっとそうですね、少し怪我人とか、まあ、いろんなところでちょっとアクシデントもあったんですけど、ちょっとうまくいかないというか、まあ我慢の時間があったんですけど、そうですね、まあそれでもまあしっかり冷静に戦えたっていう意味では、まあ、成長は感じられるんですけど、まあ、もっともっとうまくやれる方法はあったんで、まあ、その辺はちょっとまた改善していきたいなと、はい、思ってます。まあ、前者とか、はい、あとリーグ戦とか、はい、天皇杯の予選とか、まあ、1年通じてるじゃないですか。はい、で今年最後の大会ですけれども、はい、すごいこう小松さんが寄ろうとしてた、はい、その連動感があるサッカーっていうのが、はい、少しずつこう選手の中にリアルな像として出てきてる感があるんですけど、うん、そうですね、なんかそこをこう理解しながら、さらにこう自分の良さを出そうっていうところが、に今来てはいると思うので、はい、まあ最終的には選手がこう自分たちのこうなんですかね、感覚じゃないですけど、感覚でプレーできるようなところまで持っていきたいなって、まだちょっとまだ頭で考えている部分もあるんで、その分遅くなっちゃったりとか、その分こうちょっとこう詰まっちゃう部分あるんで、なんかその辺がもっとスムーズになれば、もっともっと点、そうですね、今日も5点取ったんですけど、まあもっと取れるんじゃないかなとは僕は思ってるんで、はい、そこまで持っていければと、はい、思ってます。はい、ありがとうございます。残り2試合ね、まだあの、まあ、頑張ればあと2試合できます。まだ経験をね積めると思いますけど、そうですね、やっぱ運のようなものありますか。はい、やっぱ勝ちながらこう上手くなっていくっていうのが一番理想だと思うので、練習試合とか練習じゃなくて、やっぱこの公式戦の中で、勝ちながら成長するためにあと2試合やっぱ必須だと思うんで、はい、頑張ってなんとか次勝ちたいと思います。はい、ありがとうございます。ぜひタイトルね、はい、そうですね、今年もやりたいですね。そうですね、はい、いい終わり方できるように、はい、頑張ります。ありがとうございます。はい、小松幸監督でした。ありがとうございました。ありがとうございました。